登場、モノマネモンスター GP 松本人志ではないモノマネをお見せします。朝の情報バラエティ番組ラビット、 MC キリンの川島になりきり独自のランキングを発表、一体どうなる。さあ始まりました、モノマネラビット、 MC のキリン川島ひらーでございますけどね、さあ本日は私の独断と偏見による個性派俳優ランキングをね、お送りさせていただきたいと思います。それでは行きましょう。あのちゃん、あのちゃんいない、マジか、いない、小さな赤いとこもないってことでね、3位から行きたいと思います。よいしょ。ドラマ孤独のグルメよりすぐに相手に流されてしまう、松重豊さん。すげえ。そうそう、こういうの、こういうのでいいんだよ。めっちゃ似てる。あ、すいません、あれください。これぞ名バイプレイヤーの演技力ね、作家50人ぐらいついてんのと思いましたけど、さあじゃあ2位に行く前に番外編でございます。ドラマ俺の家の話より、永瀬智也君と桐谷健太さんと長州力さんの会話。お中元お久しぶり。順位じゃおい、コボブキ、形変えてしまうぞ、こら。どうしてもこのコーナー、また見たかったということでね。さあ、それでは行きましょう。第2位でございます。ドラマ DCU より動きが気になって内容が全く入ってこない山崎育三郎さん。ブラックバタフライは、我々公安が15年追い続けてるテロ組織です。それを海保の皆様が取り逃がすなんて捕まえなくていいから逃がさないでくださいね。もう衝撃ですよね。エリザベス女王杯みたいなぐらいの衝撃ありましたけれども、さあ堂々の第1着、あ、1位いきたいと思います。よいしょ。ドラマ、妻小学生になるより、妻を見てテンションが上がり最終的に歌舞伎俳優みたいになってしまう堤真一さん。妻に言われたんです。美味しいコーヒーぐらい自分で入れれるようになれよって。高い。なんかすいません。でも僕はいつでも妻のことがナンバーワン。いや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 、こうじゃなくてこうしてもらいたかったです。さあそれでは今日も楽しくモノマネしていきましょう。せーの、ラビット。